あのブログとかでも結構今の上げてはりますけど、あ、スエヤのレコーディング中で昨日トリガー終わった。昨日、深夜の2時前にやっと終わりましたね、トリガー。おー、はい、まあまあみんなね、いやそれどんなあのアルバムなのかシングルなのかいつ出んねんっていう話。それはな、そういうことは、はい、あのやっぱりなんかジラシプレートしてなんかね、なんか保留にしてるんだけど、はいはい、あの俺めっちゃ口軽いから、はい、そうですね、11月7日に出るらしいですよ。おー、11月7日11月7日にあのミニアルバムっていう形ね、はいはいはい、まあ言うても去年はほらガッツリフルアルバム出したし、ね、はい、この春先だって、はい、あのノーミュージックノーライフも出したし、はいはい、DVD も完全ドキュメントも出してるから、はいはい、まあ、とにかくもうどんどんリリース攻めまくる SA だから、はいはいはい、まあ、今回はミニアルバムだけど、はい、だけどその密度たるやすごいよ、やばいやばい。え、これ全部であの何曲ぐらい入るんですか。6曲予定してます今。6曲入り、多分まあそうなるでしょう。うちの先生、はいはい、大勢さん、作詞家馬淵大勢先生が、はいはいはい、素晴らしいです違う。あのね、はい、俺昨日もう家帰ってレック、はい、レック終わったら家帰ったらその日 の、 あの音源ずっと聞くやんか、はいはいはい、ぐっと来ちゃうんだよ。へえ。ほんでもうそれがもうそれでもうビールガンガン飲めるもん。あ、マジですか。え、じゃあ最終的にわけわからないようになってんだけど、わけわからないようになるの。正体不明になってしまうやんわけわからないようになるの。いや本当にね、あのすごいわあ、マジっすか。いや、こんなことね、あのね、あの多分バンドマンが同じメンバー同士で、うん、はい、自分とこの手前味噌、この手前味噌の話やん、はいはいはい、メンバーを褒めるってないよ。あ、まあね、実は一番照れくさいことやん、はい、まあまあそうですね、実は考えたら、ね、だけど、ね、やっぱ俺グッと来てしもうて。あ、それは11月7日に出ちゃうんです。これちなみにタイトルとかってもう決まってる。まだその辺は未定です。あ、それはまだこれから多分、まあ、もうぶっ飛ばしたようなタイトルがつくと思います、はい、なるほど。じゃあそれまた、まあ、タワーでもまたがっつり当たり前やないかーい。はい、笛も鳴ったところで、そうそう、これでライブもそのまあね、あのレコーディングやってましたけど、はい、明後日1日、まずね、明後日あの大観山ユニットの方で、はい、自分が行きつけだったお店が10周年ということで、はいはいはい、縦道屋っていうんですけど、はいはい、そこがもうそのマスターがもう俺の1個目なんだけど、はい、もうパンクフェスをやりたがってて、あ、もうね、あのお店自体がもうね、もう入ったらすごい、本当は芸能人とかいっぱい来るお店やねんで。あ、そうなん。俺この先月行った時、はい、横に行ったの誰やもう。誰ですか。あのあれあれ柴崎コウだよ。あ、そうなんすか。俺の横で飲んどったもん。おい、直樹さんの横で。俺の横にいたよ。その横にはまた知らない人もいたけど、はい、それ1秒前やって、直樹さん、はい、バーボイラールーム開店でーす。拍手よろしくお願いします。はい、というわけで今月もあの始まりましま、もうドア玉から噛んでるわ。噛み噛みやで。そんなもう酒が足りてないちゃうかーい。これでもあの2杯目なんですよまだ。うん、まあまあゆっくり行こうぜ。でもやっぱあのこの番組絶対1時間半って言ってまだ1時間半で収まった試しがない。そうなんですよという、まあもう、まあ、熱き前例がずっと続いてるから。はい、続いてますね。まあ今日もちょっとあの続きそうな予感がしますけどね。そんな気はしますね私ね。まあ、でまあね、まああの前回ね、おあの友谷さん、あのドハツ店の、はいはい、上原君ね、友谷さんと、あと、はいはい、あのスクービードゥあのリーダー、はいはいはい、コウジロウ、コウ、コウ、コウ、はい、あ、いや、タイジロウさん、タイジロウ、はいはい、コウジロウじゃない、タイジロウさんね、はいはい、来て、あれフォークソング部がすげえ好評で、マジで、めっちゃ好評でしたよ。俺は生き恥を書いたのかと思ったよ。生き恥、生き恥ではないのか、あれは。生き恥ではなかった、あれ。マジで。あれはすげえ好評で、まあだから、あれに関するこうツイートの反響すげえやったんです。いつの日かツイートの反響っておかしいな。いつの日か民放に持っていけそうなぐらいの。ああ、そこはもうちょっといかな。深夜4時ぐらいから12ちゃんぐらいとか。あの MX テレビ。MX テレビ。MX テレビ。そのぐらいはいけるよな。そう。そう、それで、なので、今日もどんどん、番組見ながらツイッターでツイートをお願いします。はい、で、よろしく。ツイートをしてもらう際は、ハッシュタグ、毎回そうですけども、このシャープバーボイラー、はい、これを最後につけてツイッターでどんどん参加してください。よろしくお願いします。よろしくー。はい、でちょっとまあこれもあの毎回やってるコーナーなんですけども、タワーレコードのチャート、いやこれは気になるんですよやっぱり。これね、一応あの音楽番組ですからね。一応ね、あのね、この関西弁2人揃ってるけど、はい、音楽番組ですかね。そう、一応ね、一応音楽番組の、そう。このバックドロップがあるんやからね。一応ね、一応音楽番組やから、まあ、はい、毎回紹介してますけど、今日も一応紹介します。行きましょうか。で、うん、今日のチャートなんですけど、うん、昨日あの発売日やったんです。あの CD のね。はいはい、あのいろんな新譜が昨日出たんですけど、はいはいはい、
それの、邦楽、うん、J-POP の、チャートです。はい。それを発表しますね。ドン。はい。はい、ドン。これ、直樹さんが、引っかかるところをちょっと、喋ってみたいんですけども、1位、AKB48。なぁ、今日もチェック。もう、あ、でもね、あ、はあ、あ、俺、あかん、変なこと言いそう。ないですか？あのね、でもね、前回の曲の方がいいわ。はい、ほら、変なこと言っちゃった、俺。あれ、前回何でしたっけ？あの、前回はね、あ、なぎさの、なんだっけ、サモン。サモン言ってもないよ。なぎさのなんとかかんとかな。はいはい。あったちゃんかよ。ありましたね、ありましたね。あれ俺好きやった。はいはい。これ、銀河ガムチェックさんは聞きましたけど、一回テレビで。はい、これは、直樹的にはどうなんですか？俺はちょっと刺さないね。あ、これ俺はちょっと刺さなかった。でも1位。やっぱりこれは。これはもう、それはもう1位っす。もう鉄板ですよね。はい。で、まあ、ずらーっといきます。はい、サカナクション。俺ね、この、サカナクションって有名なんですよね。めっちゃ売れてますよ、今、サカナクション。でも、顔も見たことないから。あ、まあ、テレビとかも実在するんですか？してますよ、してますよ。している。います、います。これ人間ですよ、これ。これ魚じゃないです、これ人間なんです。そうなんね。はい。で、まあ、ずらずらずらーっとありますけども、何か引っかかるところもう一個ぐらいありますでしょうか？あるかどうか。吉井和也さんとかも入ってますね。わー、ソロね。あと、ポッシボーってしてます？ポッシボー。ツンクファミリー系？これね、ツンクファミリー系かな？うん、みんな、はてな、みたいな、タワーの人もみんな、はてなっていう顔してますね。うち、今、アイドルすげえ頑張ってるんですけど、ここにいるタワーの人みんな、はてな、まる。知らへん。まあ、ポッシボーね、ポッシボー。すいません。でも、頑張ります。吉井くんとかもやっぱやってんなぁ。やってますよ。あと、ほら、これ、ほら。はい。俺、この辺がさ、もうちょっと、あの、エビ中、エビ中です。エビ中。エビ中。エビ中って言うんです。エビ中って言うんだ、これ、ね。これ、アイドル、アイドル。あ、やばい。はい。アイドル全盛と言っていいのかな、はい、その中でロックは大変ですね。もうね、番組始まってまだ10分も経ってないですけど、もうね、巻きがね、負けと来てます、はい。はい。というわけで、まあ、負けと来たので、まあ、それはなぜかというとね、あれですね。一組目のゲストですよ。来ました、大御所。はい、これ、来ましたよ。ついに。大大御所来ましたよ。ついに降臨です。降臨します。はい。では、早速ですけれども、ご紹介しましょうか。しましょうか。はい、本日さんの一組目のゲストです。長野茂さんです。どうぞどん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 馬刺しお待ちの様です。ありがとうございます。はい、しげるさんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、最近山梨にいるんで吉田うどんつまみじゃねえじゃねえか。なんか観光大使とか狙ってるんですか？それはね、最近ね、元レッドウォリアーの鮭がやってます。うそや、観光大使。うそや、本当に本当にマジで。そうで、あ、どうぞどうぞ。いや、鮭、うん、すごいんだよ、はい、お前、はい、富士吉田の、富士吉田とか、富士川口小町になっちゃったんだけど、上久石村がね、そこの町長が鮭を見ると挨拶する、うん、マジで。しげるさんにはしないんですか？俺にはしない俺この前あの親父誰とか言ってなんか上空からさ、はい、この前オリンピック選手が出てね、はい、カヌーの、はい、ペアで、はい、本当に俺が住んでるとこの、はい、ドクタービレッジっていう別荘地の、はい、管理人の所長の次男なんだけど、はい、もう今年のオリンピックはそいつのおかげで身近になって、はい、で、まあ、そいつがこの前、小事故で、はい、渡辺裕樹オリンピック記念大会みたいなのがあって、そこに町長来たのよ、はい、そしたら鮭いなかったんだけどそこに鮭はいなかったけどそこに鮭いなかったんだけど、しげるさんいたんですか？そこに俺いたのだから俺挨拶なし町長。いや、もういずれ気づきますから。そう、もうだって俺らの中でロックの大御所っすよ。いや、だけどもう改めて紹介させてくださいよ。はい、あれ出てるの改めてって感じ。はい、これ、そう、触れてくださったってことだ。今日あれですよ、しげるさんが持ってきてもらって、今まで毎回ゲストがいろんなもん持ってくる、来てくれるんですけど、はい、今日はこれもやっぱ馬刺しですけど、はい、これ何が、実は山梨は馬食うんですよ、よく馬を食べる、まあこのまあご当地、まあ富士吉田、はい、ここはうどんが有名なんですけども、ね、そこの肉うどんはほぼ 90% ぐらい馬の肉が入ってます。へえ、それだったらなんか本当もうなんか B 級グルメじゃないけど、もっとメジャーにしてもいいところだよね。うん、それだったらね、
まあ、うん、うどんうまいよ。あんまり乗り気じゃない。いや、あの観光大使を狙ってるのは、ほんまや、もっと宣伝しなきゃダメですよ、しげるさん。ただ、あんまりほら、消極的やな。やっぱり俺の好きなうどん屋さんがあるんだけど、やっぱり、週末混んじゃうのよ。ああ、なるほどね。それはあんま来てほしくねえ。しげるさん的には迷惑な話になっちゃうわけでね。そうそうそう、こう、並んでなくちゃいけない。じゃあ、ちょっといただきましょう。じゃあ、ちょっともらいましょう。はい、いただきましょうよ。ちょっといただきましょう、これ。すみませんね、ただじゃあ喋っててください、3人で喋ると思って断っておきますけども、その馬刺しとか馬の肉をよく食うのね、はい、だけど別にこう山梨で馬の肉を作ってるわけじゃないよ、熊本から持ってきたりとかしてんだ。結局そういうことやないかいみたいな。だけどやっぱりだけど山梨の人は、今回ほら、うん、牛レバーのなんか、ね、ありましたね、生レバー、まあ、ダメですよね今ね、ダメって言っても、うんうんうん、あんまり動じないんだよね。あ、はい、だって生レバーがあるじゃないかっていう。馬があるじゃないかっていう。そうじゃね、すごい。今度なぎ遊び来いよお前。わかりました。すげえとこあんだよマジで。ね、新田川っていうお店なんだけど。新田川ジジイとババがやってるんだよ。はい、大体そうですよね。そこはね、もつ鍋みたいなさ、鍋があるんだけど、そこに串に、馬の部位がさ、内臓とか、いろんなものが串に刺さって置いてあるわけ。そういうのめったに見たこともないですもんね。だってお前早く来ねえと、お前ジジイババ死んじゃったら終わりだ。その店が悪いじゃあ、あれですか、こうもうしげるさんが住んでらっしゃるところは、うん、もう結構年齢上の方ばっかりって感じですか。そう、ただ俺が住んでるの富士吉田じゃないからね。あれですよね、オウム真理教で有名な神区、神区一色村だから。旧神区一色村、97年お騒がせの ねよくでも行きましたね。今はもう全然さらちなんですか、サピアは。もう全然盛り上がってないから。盛り上がってないってそれ。My baby no music no rainこれお前村人見てたら俺村人ドン引きだぞお前。ドン引きだよ本当に。お前かみたいな。ちょっとねこのね、うん、一応ねしげるさんめっちゃフリートークですけど一応台本あるんですよこれ、はい、めっちゃ普通に台本あるんですよ。ごめんごめん。じゃあ戻す。全然いいですよ。ほら見てください、なんかいかつい52歳アナーキーのやんちゃっぷりは変わらずとかこういろいろ書かれてるんですよ。まあ俺もこんなこと言いたくないんですけど。恥ずかしいよね。でもいきなりこのフリートークでいきなりこ う, そう、ね、今の暮らしをしてくれたから。そうですね、うん、助かりました、いろいろと。でも52になってやんちゃっぷりって言われるんだね。お前成長ゼロじゃん。もうちょっとなんか重厚さだってお前佐野元春と同期だぜ俺。全然違うんだよお前重厚さが。はい、ビールも、ビールじゃん、うどん。バイト、バイトの人が持ってきましたね。バイト君が。ありがとう、これがやっぱり絶対これは食事とかなあかんわけね、これね。バイト君が。こちら富士宮焼きそば。これいらねえじゃん。こちら富士宮焼きそばですね。今日もバイト君頑張ってんね。はい。何、お前のご当地これ。静岡の。隣町ですけど、ほぼご当地ですね。さすが静岡、静岡。富士宮。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。これ意外や、こう、山梨対静岡みたいな。なんだんだよ、これ。この番組。で、すげえグルメ番組だね。意外にここにさ、山梨と静岡にさ、富士山かかってんだよ、こう。はい、はい。そうするとさ、はい、山梨のやつはさ、はい、山梨側から見た富士山が最高だって言われて。あ、言いますね。ありますね。はい、はい。今度こっち行くじゃん。はい、はい。そうさ、静岡のやつはさ、静岡から見る富士山が最高だって言われて、はいはいはい、山梨なんかってすげえ仲悪いんだよここ。実はこの話長い。でも静岡のやつはさ、静岡のやつでさ、山梨はアイデアねえしよ。この野郎お前なんか富士急があるじゃね。はいはい。とさ、ああいうさ、はい、の作りゃいいと思ってるみたいなね。はい、だから富士山を世界遺産にするのは。はい、静岡の方が向いてるみたいなね。お前山梨なんか富士急と結託してよ、なんかテーマパークしか作んねえじゃねえかこの野郎ってさ。山梨側はグーの音も出ないんだよ。山梨はもっとやんないんですか、こうやんないんだよ。やんないだから山梨今どうやって野口を取り込もうかなって、掃除のやつを登山家の掃除家をよ山梨に取り込んで、あの彼ね、はいはいはい、取り込んでね、はいはい、であれをだから俺じゃなくてあいつをしたいんじゃない。山梨押しそう行きたいよね。今やっとね、うん、
富士山も、うん、8月の26日で、はい、山じまい、じまいなんだ、早いですね、もう。で、火祭りっていうお祭りがね、おまた来たし、ほら、静岡。あ、持ってきた、バイト君。右、左、どっちがいいですか。あ、そんなゲームが始まってる。そういうことじゃ話すんだよ、小坂しな。右、右お、あー、出た。またほら、俺がこういうさ、こ今日、これでね、これで1時間行く今日。ナビさん、それ飲んで。これ飲めるか。バカ野郎、うまい。ゲタカルビ、ね、ゲタカルビバカ野郎、うまい。いや、これうまいっすよ。ナビ、大変だったんだね、これ。あ、わかります。めっちゃうまかったっすよ、これ。うん、俺、上から来て、ええ、富士吉田のストアで買ってきたんだけど、ええ、もう炎天下だから、はい、わざわざ家から、うん、ちっちゃいクーラーばっかり来て持ってなんかこう冷たいやつ入れて、はいはいはい、でこれ入れて持ってきたんだよ。マジで腐んないようにどんな言葉でしてくれはるなんて大御所なのにありがとうございます。でもこの細かさがちょっと嫌われるっていういやでこれでね、うん、またガラッと変えますよ。じゃあもう一応ちょっとこうやってグッと負けた方がいいよ何何何行こう、何の話行こう。もうあのバンドの話ですよ。そうやってもしげるさん、やっぱり音楽の話しません。ちょっとまず音楽の話しましょう。いや、ええー、ってもう音楽の話しません。いいよ、もういいよ、そういうこと。今だからですよ、あのしげるさんはね、うん、のゲタガルビー、はい、あのセトロ、はい、あとあの下山淳さんと一緒に、はいはいはい、あのアコギなあの SS っていう、はいはいはい、このあの3つですよね、はい、マイク置いてもだからはい、だって普段持ってっからいいんだよ。そうですね、お前普段ギター持ってからたまに持ってるじゃん。もうハンドマイク、ハンドマイク、ワイヤレスにしてやれよスタンド持ってくるで、だから持ってよ誰にも聞こえない今の日陰、直樹にスタンド貸してやれ。だって日陰さんは関係ないから今あいつどこ行っても自分のさマイスタンド持ってくるんだよ。超面白い、超面白い。でさ、ロディレースが持ってくるのかなと思ったら、はい、あいつ空港で持ってるのかな。マジ持ってる。超面白い、超面白いから。ピーでさ、またさ、はい、こう入れ物に入ってくから、はい、俺初めて釣り道具持ってきてるのかなと思って。中身が分かんないじゃん。はいはい、もうダメ、はい、これだってしげるじゃねえぞ、こだろう。こんなことしげるさんしか言われんよ。そりゃそうですよ、誰も言えないし。だけど日陰さんの方が1個目でしたっけ。そう、日陰今日もこのお店のさ、うん、便所入ってさ、うん、でうんこしてたらさトイレットペーパーの上のカバーにさ、はい、スタークラブって、はい、ステッカー貼ったんだ、はいはい、で俺巻きながらさ、はい、日陰っつって削るじゃん。もう知らん俺はうっさんといてほしい。今度それちょっと後で便所行ってよ。日陰っていうとこ撮っとく。そうやね。それあと別撮りしときますね。あの、次回の放送で。いやいや、色まで見ちゃったな。違うやつ。これ、どうしても音楽の話ダメっすか。ダメっすかね。いやいや、でも。いいよ、またマイク置くもん。でも、直樹伸びちゃう。わかりますよ。伸びますよ。おい、サボーンでもね、こう三つとも。じゃあもうやめましょう。もう音楽の話やめて。やめよう、あ、やめよう。やっぱりね、今、実はですね、はい。しげるさん。はい。やっちゃってますね。あ、やっちゃってますね。やってんの。しげるさんやっちゃってんな。知ってんの。知ってます。知ってますよ、私。映画の方。ええって。それ映画。映画の拍手。あれ、カートじゃねえの映画ね、もう、趣味のカートとかいいですか今日は。レーシングカートの話かと思ってすっげえ盛り上がったんだけど。あ、映画だって主演藤原じゃねえかよ。藤原ですね。藤原じゃねえかよ。だって脇役だもん。アイムフラッシュ。はい。出ましたね。はい。9月1日。はい、今週末、公開です。9月1日公開で。でも、こういう、はい。キャスティングの中では珍しくない？ありません？今回？うん、今回のこういったキャストは。だって、結構豪華なキャストですよね。うん、これはね、うん、まあ監督の豊田が、はい、なんて言うんだろうな、まあ、その、吉尾さん、原田吉尾さんがね、はいはい、亡くなって、うん、で、それで、ずっと吉尾さんが、はい、最後に撮った、
なんだっけ、あ、去年公開された、なんとか村騒動記、ね、はい、うん、あれの前から、はい、あの坂本淳二とかね、はい、監督のね、はい、豊田にね、はい、お前もう時間ねえぞ って、はい、で原田芳雄さんも、はい、その今回アイムフラッシュの豊田のこと大好き で、はい、でそれで、俺ずいぶん前に初めてこう豊田と会って、はい、でこいつパーだからさ、はい、空中庭園、キョンキョンの主演のね、空中庭園を撮って公開の時に、うん、こいつシャーブで捕まったんだよ。あ、ほんまそんな曰くつけの監督じゃないよね。それで、はい、空中庭園危なかったんだよ、公開できないみたいな、はい、でもまあ出演してる女優とか役者じゃないから、はい、まあ、監督だから顔見えねえからいいだろうみたいなさ、はい、でやって、はい、その後に俺会ってさ、はい、で豊田とさ、はい、でまあ豊田と初めて会って酒飲んで、はい、でそういやよお前よとか言って、はい、あのその豊田のいろんなことを吉田がなんかケアしてて、はい、俺もその毎年原田芳雄さん家行って12月の28日に餅つきっていうかまあ忘年会があって、はいはい、で俺ずいぶん前からずっと毎年ね、はい、まだ松田優作さんが生きてる時からこう一緒に行ってた時、はい、でそれもさ役者さんがすごくなって、はい、多く来るようになって、うんうん、延べ300人ぐらい来るわけすごいですね、持ちつきたいが家にだよライブハウスにした方がいいんじゃないかお前はシェルターよりいっぱいやもんそうね、まあもちろんこう昼からやってるから、はい、でそういうんで俺も不義理しててさ行かなくなっちゃったの、はい、やっぱ役者、はい、多くなっちゃって、はい、でそれでこうやって飲んでてさ、はい、トヨタと、はい、そういやよお前吉田さんとか挨拶行ったのっつって、はい、行ってないんですよって行きづらくてって言うから、はい、じゃあちょっと電話してみっかっつって、はい、で吉田のとこ電話したらいたのよ、はい、トヨタ行かねえかっつって、はい、そのまま六本木で飲んでたんだけど、はい、そのトヨタと二人で吉田さん家行って、そのままね、うん、でなんかまあそんなのがあってそしたら吉田さんもなんでお前トヨタとしげる一緒なんだよみたいなね、はいはいはい、俺全然、はいはいはい、吉田さんの中では、はいはい、一応の歌手だからあ、はい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 うん、で、まあ、そんなこんなんがあって、はい、それで、まあ、原田芳雄さんの葬式の時に、はい、また豊田と会って、はい、で豊田もよくこの「アイムフラッシュ」っていう映画は、はい、まあ、その芳雄さんの「お前早く撮んねえと、はい、俺死んじゃうぞ」って言って、まあ、本当死んじゃったんだけどね、まあ、ね、うん、うん、でそういうのもあって、はい、撮っとかなきゃダメだぞっていうのはどうしても豊田の中で残ってたらしくて、はい、で「お前豊田よなんで俺キャスティングしたのこれ」って言ったら、はいはい、アイムフラッシュに関しては原田芳雄さんのお葬式に来た人を全部キャスティングしたっていう。マジで、うん、だから、うん、俺の中でも本当にこう今回のアイムフラッシュっていうのは、はい、実はこうじゃあ原田さんに向けてのなんかグッと ね、みたいなことになってくるよね、うんうん、芳雄さんもそうだし、はい、その松田龍平、はい、あ龍平君も、はい、龍平はまあ優作さんが生きてる時に、はい、まだ龍平、うん、俺が一番初め出会った時にまだ小1で、でまあその後、はい、もう全然会わなくなったんだけど、はい、ともう全然俺のことなんか覚えてない、はい、でもう彼はその自分の実力っていうか、はい、それでこう役者になるわけじゃない、はい、だけどお父さんっていう語弧があるからさ、はい、まあ、ちょっとかわいそうだけど、はい、それで実はその藤原竜也のお姉さん役で出てる、はい、原田舞ちゃんで吉田さんの娘さんなんだけど、はい、そうなの、うん、で俺もこう行ってる時に舞ちゃんなんかまだ中学校くらいでね、はい、で兄貴健太っていうのがいるんだけど、はいはい、そいつはもうミュージシャンになってね、はいはい、でそういうのがなんかこういろいろあって、はい、あそういう意味ではもう全然感慨深いもう俺にとってね随分ね、うん、あだからなんかここになんでしげるさんがおんのかなってなんか違和感はあったもんね、なんか見てて、だけどやっぱりしげるさんが群を抜いて、あ違う、俺の目がしげるさんばっかりロックオンしてるように見てた、あの映画、俺見てて、はい、はい、じゃあちょっとここで一回、そのタイムフラッシュ の、 あの予告編ありますんで、はい、それをちょっと見ていただきます、はい、どうぞ。神はいつも悲劇のもとしか作り出さない、僕らの痕跡を。世界は消し去っていく。一瞬で消え去る。死は究極の救いだ。名前なんて知らねえよ。
ルイ様の身の安全をくれぐれもお願いしますよ。私の妹はあなたの教団の信者だった。いいセンスしてるね。自殺したわ。俺教団辞めるって決めたから、猿芝居はもう飽きたんだよ。無理よ、あの子はもう。お前さ、人生楽しいか？人生ってそんなに楽しいもんなんですか？俺たちにあの人やれって言うんですか？サクッとやっちゃってください。今振り返ってみると、人生変えるきっかけなんていっぱいあったような気がする。運命に突き動かされた3人が、最後の戦いが始まる。タイムフラッシュ。これほら、誰かお食べ、お食べ伸びちゃうから、お食べお食べ、あ、切り替わった、切り替わった、あ、切り替わった。で、どうもでね、そのまあ映画見てもらいましたね、アイボンラッシュ。お客さんに、お客さんに振る舞ってるんですよ、今ね。振る舞ってない、吉田うどん、はい、で、その、今あのかかってますけど、そのアイムフラッシュの、あの主題歌、はい、はい、これ一応のアイムフラッシュってあの鮎川さん、はい、はい、そう、はい、それをまあ千葉雄介さんとか、あの中村達也さんとか、うん、あの山地さんとか、あとあのケンケンさんとか、はい、で、あのやってるんですけど、これ主題歌、これめちゃめちゃかっこいいですよね。ちょっと向かってくれるね、千葉、はい、これはかっこいいですね。で、やっぱりね、うん、あの豊田もね、はい、鮎川君の、はい、その基本的にこれはさ、柴山さんの詩なんだけど、はい、鮎川君のソロのアルバムに随分もう何十、はい、20年なる、はあ、もう歌いますよこれね、はい、で書いて、はい、で豊田も、はい、やっぱこの曲にちょっとインスパイアされたところがあって、はい、それと、まあ、今回の映画の、はい、その新興宗教っていうのと、はい、あとこうその生き死にみたいなものと、はい、まあ、豊田の中でこう3つが絡んでんだよね。あ、その、はい、だからこう人生なんていうのはさ、はい、パッと光って死んでしまうのが、はいはいはい、その中に意外にこうドラマがあったり、はい、その怨念があったり、はい、依存があったり、いろんなことがあるわけじゃない、はいはいはい、その、はい、みんなかっこいいこと言ってさ、はい、俺なんかもさ、パッと光って死んじまいたいよなんて言いながらも、はいはいはい、長生きしてえなとかさ、はいはい、そういう、ね、表裏一体ですよね、はい、それでもね、うんうんうん、そう、だからこれ、ね、その曲もやっぱこうグッとくるところもありますけど、そのまあ、曲っていうか、まあ、結構これの音楽とすごいこう、まあね、あのリンクしてるような部分がすごいある映画やなと思うんですけど、はい、そのまあリンクっていうところでって、もう僕はまたあの無理やりガッていきますけど、はい、もうねじまれきれる、まだ話題をグッと、あの、うん、しげるさんと直樹さんの出会いって、はい、あのいつぐらいなんですか、最初の出会いって。俺覚えてますよ、俺も覚えてるよ。あ、そうだ、沖縄だろ。あー、だからパンクフェスやん。どうそうそう、2000年のパンクフェスで、もう俺もう失礼極まりなかったよ。あ、そうです。俺沖縄のホテルの前で、沖縄の連中と輪になって、はい、あの泡盛りがっぷり飲んでたの。はい、で、そこにしげるさんも他のところで飲んでて、はい、戻ってきたところで、あー、俺なんかもうテンション上がってっから、はい、おーい、ビールしますか、しげるさん。はい、ビールで。じゃあビール2つください。本で。あー、しげるさん、もう俺がテンション上がってから、しげるさんって、はい、ほんでもう一緒に輪になって飲んでくれて、すごかったね。あの、その、まあ、これもさっきのあの、便所のあれが出てくるんだけど、便所のあれ、便所の引っ掛け、便所のあれって言わないでください。もうバカ引っ掛けが、どうしてもその、うん、当時ね、はい、パンクフェスやりたい、はい。で、ちょうど俺たちも、その、まあ、オリジナルじゃないんだけど、アナキ再結成してる時ですよね、うん、はい。新生アナキになって、はい、それで、こことこことで沖縄まで行きたいっつって、はい、で、ヒカキが俺のところに、うん、あの連絡くれて、はい、ぜひとも出てほしい、はい、うん、で、
その頃別に俺と日陰ってそんな仲良しじゃなかったからし、違う、あの頃は全員そうですよね、みんな仲良くは一切ないですよ、仲良くなかった、俺初見やで、俺初見でしげるさんで、しげるさんって一緒に食べましょうやーって、でもそれまでは全然あの接点なかったんですか、しげるさんと会うこともなかったよ、そうなんですね、なんか会ってそうですけどね、全然言うと、ああ静岡よかった、よくやった、あのね、でもね、この俺らの時代だったら、ねえねえねえ、クリロ君、あ、撮ったて、一応抜いたて、映像抜いたて、もう静岡もう2ヶ月連続だと。だって普通にうちなんかでもさ、はい、やっぱ80年ったらアナキのファーストアルバムうちにもあるし、はいはいはい、当時ね、はい、俺が、はい、俺だって思ってたし、はい、ほんでだけどやっぱどんな人か分かれへんや、うん、めっちゃ怖い思うもん、まあ、思いますよ、いやそれずっと思ってたし俺ぶっ飛ばされるのじゃんかなと思ってたらだって絶対不良やと思うねん俺、はいはいはい、絶対不良だったでしょ、うん、ですよね、今も不良ですけどね、ですよね、だからそんなんか気安く呼べるから、あの時は泡盛の勢い、あまあそれでそれでめっちゃいい感じになって、それからもうでもあの時すごかったよね、その、うん、まあ俺コブラの時やったから、うん、ツアーも、はい、そのファンのやつもいたりして、はい、でそのさビジネスホテルなんだけど、はい、多分あれはさ沖縄がなせる技なんだろうけど、あビジネスホテルの前でさ、輪になるっておかしいよ、みんなさもう車座になって飲んでて、はいはい、お通りが始まるみたいな、で、まあ、直樹が仕切ってていらっしゃいみたいなね、もうそれでおーっつって、それでなんか10年ぐらいになっちゃったんだよ、付き合いが、もうそこでね、一気に、うん、なんか不思議なもんでさ、はい、そのみんなそうだけど、はい、第一印象ってすごく大事で、はい、あこいつと付き合っていけるとかさ、はい、あこいつと一緒にやっていけるなとか、はい、思うじゃね、はいはいはい、まあ、男女もそうだけど、はい、それが分かんないやつはパーだけどね、はい、でも本当にあの時に会って、はい、でとにかく俺は直樹のすごく素敵なとこはね、はい、とにかく明るいんだよ、はい、レコーディングでもなんでもね、はいはい、あそうです、はいはい、その後、はい、あのしげるさんがやっぱりやってたずっとカバーのイベントとかレコーディングも、もうそうですよね、ずっと参加しましたし、俺、はい、あのライブは十何本参加したし、はい、レコーディングまでやらせてもらって、はいはいはい、ずっと一緒にいたから、はい、うん、もうどこ行ってもさ、はい、朝まで飲んでても二日酔いでも明るくてこいつのパワーは何だろうっていうもうだからさ、はい、あのカバーの時もレコーディングやってすごく思ったのは、はい、いろんな延べ26人出たのね、はい、いろんなミュージシャンがね、はい、でカメラマンもいてね、はい、でも直樹のそのレコーディングの最中の明るさとか、はい、そのパフォーマンス、はい、ライブ以外で、はい、でツアー行っても、はい、でどうしてもさこうやってカメラがさ、はい、引っ張られちゃうわけでさ俺編集見た時に、はい、おいとか言って、はい、直樹に悪いんだけど、はい、これ直樹に言ってねえんだよ、はい、おカメラマンにお前ちょっと直樹って多すぎだよ、はい、出てねえやつまでいるんだよ26人って直樹めちゃめちゃ出てるのにおいもうちょっとよお前編集し直して俺一応呼んじゃった手前映、はい、したれよ映したれよがもうちょっと吉戸なんか一つも映ってねえんだよ寺岡さん映ってないの寺岡映ってねえんだよなんか後ろの方でハゲいんなみたいななんか被っちゃったりしてるよであれだって吉戸だってお前元ナンバーガールだぞなんつってお前もうちょっと映せよみたいなあ彼ね彼も夢たれそうだ いたすごい色だけどもう本当さ直樹ずっとレコーディングの時も風邪ひいてたりしても、はい、マスクしても明るいんだよもうやっぱカメラマンがね引っ張られちゃうのよあで最後だけもう記念撮影でみんなで裸になって写真撮ってたよあそうなんだ最後そうそんなことばっかりやってた最後でしげるさんもちゃんと乗るんだもんあ一番年上の先輩がそれだもん俺らついていくしかないやそんなもん俺も脱ぎますよなんで記念撮影全員上裸になってんだよとかでやっぱさはい、一番面白いのってのはさ、はい、やっぱり俺はロックの面白さってさ、はい、そのストリートにあるって言ってさ、はい、まあ別に通りにあるわけじゃないけど、はい、そういうとこで一緒に遊べるとこが面白いわけだね、はいはいはい、その君臨するとこなんてさ全然面白くないんだよ、はい、弾かれちゃってんだよ年寄り向こう行けみたいなさだからそれ年寄りはさ、はい、
その全部引き上げられたらね、はい、まあビートたけしみたいに軍団みたいな作っちゃうんだったら分かる、はいはいはい、それ以外そんなんできねえんだったら降りてこねえとさ、うん、一緒に遊べねえんだよな、ね、でも一番ここが面白いとこで、はい、偉そうにしたってさポツーっとしてるとさ、はい、いるんだ寂しそうなやついます。誰とは言わねえけどね。My baby no music no way My baby 言っちゃったでさ、すげえチューブラリンじゃん。チューブラリンですよね。でもやっぱり 俺の好きな人ってさ、うん、ちゃんと面白いとこ知ってるし、はい、そこにやっぱりさ若いやつだってそうだけど、はい、その年寄りだってそれは関係ないんだよね、はい、遊びの面白いとこにみんな飛び込んでいくわけですもんね、ここに、はい、それがさこう一番こう見てて見栄えもいいしね、はいはいはい、こういい瞬間だよね、はいはいはい、でもだからやっぱりこのしげるさんみんなからこの愛されてると思うんだよね。あのね、竜兵会とかあるやんよく。しげる会ってあるよ。しげる会ね。俺しげるさんとやっぱり飲んでる時めっちゃおもろかったの。あのカバーの打ち上げとか違う、リハごとに飲むね。違う、ね、普通にリハっていうか飲んでます。はっきり言ってずっと飲んでます。だけど飲んでるだけの人じゃないよ。俺やっぱり言っとくけど、俺ね初めてあのしげるさんの横で聞いた日だ時、はい、リハーサルで、はい、声に感動したもん。ありがとう。マジですごいよ。いや、俺はあれですよ。しげるさんにも前言ったことあるんですけど、しげるさんの声って、だから何の生活の匂いがするんですよ。暮らしの匂いがするんですよ。それもある。それは俺はあんまりいないボーカリストやなと思うんですよね。なんかそんな褒められてももう出てこないんで。まだ吉尾とか出てこない。今日これで十分ですよ。これで十分ですよ。これで。そう。なんかね、滲んでんすよね。なんかそういう。なんかでも俺今日ね。はい、なんかちゃんとウィキペディア見てみたんですよ。ウィキペディア見たの。ほんだらコンテストの最優秀歌唱賞を取ってるっていうのがあって、なんかイーストウエストの。イーストウエストの、うん、まあね。いやそんなんだってあの時10代でしょ。全然19の時に、うんうん、19の時に、まあ俺が氷室京介、はい、唯一勝った年だよ、あの時が。19の時に氷室京介に勝った時に勝った時あいつもさ群馬代表で出てたわけ、でアナギーってイーストエソっていうヤマハのコンテスト で、はいはいはい、でその年はもう子供バンド、はい、あの宇治木さんがね、はいはいはい、でもう子供バンドデーだったのね、はい、で子供バンドが優勝して、はいはいはい、アナギー2位だったんだけど、はい、でもうギター賞そこの子供バンドの谷平と、はい、宇治木が2つ取っちゃって、はい、お前らどんだけ持ってくんだよ一バンド。総ざらいのところは残されたやつがそうあるわけじゃないですか。でボーカル賞はさ、はい、まあこれはさまだ氷室はボーイを作ってなかったのね。あ、その時ね、うん、ディスペナルティっていうクソバンドだったんだけど。クソバンドがあります。はい。で、ベースはさ、はい、松井がいたの。松井釣れますね。まだ、布袋と誠が入ってない、はい、バンドで、はい、でもまあ本人的には。はい、群馬の、はい、あの肉屋のせがれだけど、はい、俺行けてるみたいな。プチ情報盛りだくさんですわ。寺西肉店のせがれなんだ。もう盛りだくさんですわ。あいつが儲かっちゃってさ、親父もさ肉屋やめちゃったんだよ。それちゃった今全然話する。で、もう氷室的にはさ俺だろうみたいな顔してて、で俺なんか取れると思ってなかったよ何にも、だって自分で歌が上手いっていう自覚ありました？ない。だって19で、だって不良上がりじゃないですか、うん、全然和光で、はいはい、ほんでわー叫んだらボーカル賞じゃないですか、うん、でもやっぱりでも、うん、それだてじゃなくて、はい、俺やっぱり一緒に会った時に、はい、今まで俺も陽子子だって歌上手かったし、はい、で今やってる大勢だって上手いけど、しげるさんはやっぱ違うね、うん、だって大勢さんも、うん、この間ねマーヴェリックで一回最後はセッションした時はね、あったじゃないですか、はいはいはい、あの時も大勢さん一緒に歌って清志郎のあの、はい、あるシーンの歌った、あの時にもうしげるさんちょっとやばいなって言ってましたもん。あの声の力はちょっと多分ね、すげえっつってしげるさん、しげるさん死なない。でもそれはされ、リハースターとか、ほらあんまり状況が良くない時にその時代でみんなでかくしたいじゃない。あ、はいはい、音をでさ、はい、やっぱりさでかくしたいけど、はい、でこっちも負けないじゃない、はい、やっぱそういうとこでちょっと鍛えられるとこがあって、それでアナキって実はさ、はい、まあ、そんな音楽バンドとは思われなかったけど、はい、すごくいいエンジニアの人がついてくれたのね、はい、それでそこで俺たちが教わったことっていうのはさ、そのここで言うアタック感とか、はあ、ギターもそうだけど
ドラムもさ、こうバスドラのアタック感とかあるじゃん、はいはい、こう叩く力とか、はいはい、このね、うん、そのいっぱいいろんなエフェクターが出てるけど、はい、そのエネルギーみたいなアタック感っていうのは、どんなエフェクターを持ってきても増幅できないよっていうのを教わって、あ、そのそこをまあもちろん強く叩きゃいいってもんじゃないけどね、はいはい、でもそのこう多分国広君もさ、はい、直樹も言ってくれるそのエネルギーっていうさ、はい、まあ本当ただ単純に声がでかい、地声がでかいっていうだけでも、はい、エネルギーなんだよね。あ、それ言えますよね。でもね、うん、俺もなんか 100m 先から分かるって言われるもよく笑い声で分かる。お前の笑い声すぐあそこにいるの分かる。すぐ分かるぐらいけど、それがさ本当単純なエネルギーなんだよね。分かりますわ。そのでもそれを俺たちが出会った、エンジニアたちは、はい、そういうことをずっと言い続けてくれて、優しい。3枚目にさ、アナキーがさ、アナキーシティを作りにロンドン行くんだけど、はい、そこで出会ったスティーブ・ナイっていう、はい、イギリス人の、はい、エンジニアも、はい、そのアタック感のことはすごくね、あ、もうトリンでもうすごいセッティングがあれだったし、はい、で日本に帰ってきて、その山口修司っていうすごいエンジニアもいるんだけど、はいはい、でやっぱりみんな同じようなことを言うんだよね。あ、だからやっぱりあの時代だから言えた言葉ってありますね、うん、まだ本当に機会が充実してない中で、俺のやっぱりラフィンのデビューの時もまだそこまでじゃなかったし、今はやっぱり90年代以降は変わるけど、その前だから俺よりも本当何もなかったの分かるもん。いや、あったんだよ。いやいやいや、あったんだよ。あれ無理くり止められた今、はい、無理くりもう止められますよ。違うね、しげるさんの話はずっと聞けるんよ。そう、これもね、エンドレスで続くんでね、だから第2回も欲しいぐらいね。そうですね、ちょっと番外編も番外編も欲しいぐらい。そうそう、もうその回も全部しないとダメです。ああ、本当に。次はじゃあ何？牛持ってくる俺。牛。もう。はい。はい、無理やり。というわけで、じゃあまたこの後ですね、フォークソング部でちょっとしげるさんとは。しげるさんなんかやって、一緒にやりましょう。ますんで。ね。なのでちょっとまた後ほどということで、じゃあ最後にアイムフラッシュバンド、これの。はいはい。はい。見ていただきましょう。これを見ていただいて、一度お別れでございます。オッケー。はい、しげるさん、ありがとうございました。どういたまして。握手。というわけでもう戻ってきましたけど、素晴らしかったです。はい、さんとの話はこの話はもう尽きないし、はい、よく長い時間、ね、ダジャレを言わなかったしげるさんは素晴らしいです。そういや言ってないですね、まだダジャレを一回も言わなかったことと、そうです、ね、本当はね今たくさんの趣味を持ってて言いたいこといっぱいあったんだけど、はい、 ね、それまたちょっと後ほどいい話をちょっと回を変えてね。だからね、そうだね、はい、また番外編みたいなことは用意して、はい、しげるさんの場合は、はい、うん、はい、
で、ちょっとここでツイッターをちょっと、用もらってるので、ちょっと紹介します、ね。はいよ。ね、茂る自由すぎるっていうのがありますね。それがいいんだよ、それが。それでこそですからね。うん。茂さんですからね。でもね、結構ね、見るとね、うん、結構さっきの話みんなこう、聞き入ってる感じなんだね。はいはい、俺も聞き入ったもん。俺も聞きました。俺司会者のこと忘れたもん、今。司会者の立場忘れた。はいうん、はい、なのでちょっとまたどんどんツイッターの方も書き込んでもらえるとそうですね、どしどしとね、はいはい、お待ちしてますので、はい、ください、はい、では続いてですね、本日の2組目のもう、ね、どんどん巻くよね、ここからはもう、はい、ここはちょっと巻いていかないとちょっとね、いろいろとね、諸事情がありますので、ね、はい、するので、はい、それではですね、本日2組目のゲストですね、はい、コークヘッドヒップスターズからボーカル の小松さんとベースの小葉さんです、どうぞ。俺うるせえってか。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。いらっしゃいました。あ、じゃあこちらはこちらで、こちらはこちらでお願いします。お邪魔します。俺スタンドじゃねえから。はい。お願いします。また自由な人が来ました。はい、よろしくお願いします。何やら自由感がたっぷりですが。はい、ありがとうございます。もうふざけたメガネです。ちょっとキャプテンセンシブル先生みたいな感じで。ね、じゃあちょっと紹介、はい、自己紹介してもらいましょうか。はい。今更だけど恥ずかしいかもしれないけど、いやいやいや、よろしくカメラ目線でお願いします。行ってください、行ってください。あー、コークヘッドヒップスターズの小葉でーす。はいよーい、よろしくお願いします。すいません、ボーカル務めてます小松と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんですよ、ね、これからね、直樹さん、これからのコークヘッドライブなんですよ、この後。今日リアルな、これからこれライブ本番があるのにもかかわらず、はい、来てくれました。そして酒を飲んでます。ハッパー、はい、ありがとうございます。もうありがとうね、ごめんね、ドタバタの中で。いや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 、すいません、ありがとうございます。この後は大観山ユニットでやられるんですよね、はい、そうです。コークヘッドの何時くらいから出るんですか。一応11時半から。あ、そうなんですね。行けますんで、まだ時間大丈夫です。あとちょっとやないかい。リハーサルを飛ばしてます。マジでごめんな。はい、なのでね、この後ライブも控えてるということで、ちょっといろいろと紹介したいことがあるんですけど、そうそう、はい、まず情報はちゃんと伝えよう。オーケー。ね、新譜が出るんです。出ます。まずはですね、今、はい、かかってますけれども、はい、5日ですね、来月の5日に、はい、9月ですか、はい、はい、ヒット・オア・ミスというミニアルバムが出ます。はい、出ます。これですね、5日。それとあとそれとあと、それとあと、うん、来ました。はい、来た。豪華、はい、これですね、豪華。これがですね、逆ですね、思いっきり。あ、こ、あ、こうですね、こうですね、すいません。21周年のですね、アニバーサリー DVD、 これボックスですよね、もうね、はい、メモリアルヘッドヒップスターズ、はい、というのが出ます。これはどういうような内容なんですかね。これは新作の、そのさっきの5曲入りの CD と、はい、あと我々が活動してきたその過去の映像の DVD と、はいはい、T シャツと、はい、ステッカーと、はい、バッチと、はい、込み込みのコークヘッドマガジン。これ、はい、いくらなのこれで。6300円ですかね。安い。これはかなり安いと思います。でもこれはもうない感じなんですか。もう予約で終わってる感じなんですか。基本500個限定でリリースしてもらって、T シャツが入ってるんで、はい、その予約でそのサイズで取ってきてですね、巷に出回るのは M サイズのみに。あ、そうなんですね。だけどやっぱりなんで21年目っていうところが、まあみんな思うとこですね。ここは20年でよかったんじゃないの。いやいやいや、去年じゃなかったの。本当は本当そうですよ。それなんか苦しそう。苦しい。タイミングです。タイミングでもね、人生タイミングです。そうだ、今だと思った時はたまたま21周年だったんだもんね。そういうことでいいんだよね、これはね。タイミングです。そうだ、そうだね、いらねえんだよ。そうですよ。なんか15年とか10年とか5年刻みの、はいはい、がおかしいんですよ、はいはい、そもそも、はい、基準が、まあまあ、そういうことですね。そういうこと。ゴリ押しだ、ゴリ押しだ。いやでもね、そう、これがだから5日の日に、はい、出ますと、はい、であれですよね、コークヘッドとエッセーというか直樹さんの絡みって今まであったりとかするんですか。初めて、ね、はない。初めてです。僕は別でハードコアファンクラブっていう番組で、はい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 、で、エッセーとかも、あ、はい、実は来月も一緒にやるんですね。一緒にやります。で、それが、
10月8日のエコーズのイベントで、あの新規版のやつ。あ、そうそうそう。それで、コークヘッドと僕はハードコアファンクラブ両方。あ、出て。で、あ、その時に、だから S8 はコークヘッドは初になるよね。そうなんですね。そうなんです。だって本当にでもね。光栄でございます。いやいや、そんなことない。いや、あのね、俺も単純にさ、20年以上もやってるわけやんか、自分らも。はい。考えたら。で、なんであの、でも、空白の9年っていうのはやっぱどんな感じだったの、あれは。コークヘッドとしての空白期間っていうのは。ああ。こうやってあんまり触れちゃダメ？いやいや、ダメ。ダメ。痛い痛いし。痛い痛いし。全然全然そんなことです。なんでしょう。まあ、なんであの頃98年やったら9年、はい、?99 年。はい、終わってんだよね。はい、うん。まあ、自分たちのそういうやりたい、うん、あの例えば CD 作ったりツアーしたり、はい、まあ、ある程度自分たちの活動に満足して一旦まあ、うん、今思えば味噌じまいです。ちょうどそれでやめて、はい、でちょっと普通のね、もうちょっと社会性のある人間を目指したんですが、誰ばっかりだ、そう目指したんですが、まあ、まあ、その結果これやろ。やっぱりそのそういうことパンクの刺激から逃れられず、あでもやっぱり本当は本当にそういうこと考えたことあんの。大丈夫ですか。やっぱりあのその時30代になってるやんか、そうそうそう一旦やっぱり考えるの。考えました、うん、ました。直樹さん考えなかったです。俺あの考えずにここまで来てえらい、もう取り返しがつかない。いやいやいや、もう素晴らしい。だからあなたたちももう取り返しがつかないところまで今来てると思うよ。そうそう、一回足洗ったけどまた戻ってきたわけ。そうやん、ほんで洗ったって。だけどやっぱほら、じゃあコークエイトじゃなくてもいろいろやってたやん。はいはい、やってるよね。あ、ありがとうございます。以前一回にやってるよね。お邪魔してます。やってるもんね、違う場合。すいません。そうなんや、だからいろいろやってんねん。そうです。いやいや、もう、で、まあ、もちろん我々は昔からね、ダンスを知っていて、小橋、実は直樹さんに初めて話しかけた時が、俺、直樹さん、もちろん、ラフィノーズが、逆質問なんですけど、ラフィノーズで知ってるわけじゃないですか。一方的に、僕は一方的に。で、多分、1、2年前か忘れたんですけど、はい、ロフトのなんかのバンドの打ち上げで覚えてないんですよ、僕で酔っ払ってて、直樹さんが多分 SA に入ってない時、はい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 、で、うん、1人でいたので、一人よ寂しい、なんか知らないけど年齢を聞きたくて、はいはい、直樹さんっていくつなんですかっていきなり聞いたら、まあ、チャンスだからね、こういう話しかけて、ね、すごい泥酔してて、なんで初対面の君に年齢を言わなきゃいけないんだ って感じ悪いですね、これ感じ悪いわ、インプレッションそれなんです。ちょっと今さっきのしげるさんのいい話聞かせたから俺ダメなってるやん。分かった、じゃあこれね、じゃあ俺ねぶっちゃけるわ。その頃なコブラの末期で俺悩んでたよ。バタそうなんですよ。で、失礼な、僕もだから自分が何やってるとかも説明しないで、はい、いきなり、はい、あ、そうなん、それで、はい、あ、これは、はい、憧れの、はい、ラフィンノーズの直樹さんに、はい、いるから、はい、ちょっと年聞いちゃおうって、はいはいはい、言っちゃったから良くなかったんですよ、はいはい、うん、いやいや、で結局教えてもらえなくて。今考えればね、それはね、やっぱね、いろいろ直樹さんもその時ね、だその状況がね、でも僕が女子だったら、はいはい、聞いてくれてたのか。そういうとこある。ダイバーそういうとこある。やめろや、そういうこと言うの。そういうとこあるもん。まあ、でも一周してまたこう会えて嬉しいですよ。あ、ほんまに、いやこちらこそだよ。ほんでさ、やっぱり俺ちょうどコークエイトとかがすごい活躍してる頃って、俺ドッグワイトっていうバンドやってたんよ。はいはい、ほんで、本当に俺その時ハイスターの存在すら知らないぐらい、はい、もう時代やって。時代ってどういうことですか。いや、その時って自分がやること初めてリーダーになって、はい、あのドッグファイトの頃もう自分、はい、もうそれに見つめすぎて周りがあんまり見えてなかった。だから外ではやっぱりその、まあ、ミクシャーがわーってとか、いろんなバンドがいるぞっていうことすらもう見えてなかった。ほんでそれで本当に90年代の中盤ぐらいでやっとみんなの名前とかは知るようになった。もうだから本当になんかあの頃俺はどうかしてたよ。どうかしてますね、ほんまに。どうかしてましたよ。じゃあドッグワイドの音楽に邁進してただけで、はい、でも外はもう一切見てなかった自分がいたよ。あ、じゃあドッグワイドの頃かもしれないですよね。あ、そうですね。それコブラの末期。やばい、やばいとこ。そこ言い切っちゃった。もう俺言い切っちゃった。断言する。その時。でも、うん、あ、でも、うん、あのコークエッドもね、一回解散してまた再開されたじゃないですか、はい、そうなんか、そこでね、その時の、なんかやっぱりその前やってた感じと今また再開した時のこのバンドのこうバンドをあのやる時のあの感覚とかってやっぱ違ったりとかするんですか。ですね、前とは違うとか。前は、はい、
なんかやんなきゃやんなきゃって感じだったんですよ。シーンが盛り上がってきてて、あの時もすごくいい時やもんね。そうなんですよ、なんかもうやんなきゃ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 って感じで、はい、でだけどそれってその時代に流行ってる音楽も意識したりしなかったり、はいろいろこうなるわけですよ、はい、だけどなんだろう、今やりたいことっていうのは、はい、その今の時代って多分何を発信してもいいっていう風に、はい、なんか冷静に考えられるようになったから、はい、またやりだして、すごいなんか緩く楽しくやれるなっていう感じでやってる感じです。でもその各々にその間もやっぱりスキルは上がってるやろ。スキルが上がってやっぱり出会ってなんか、お、そう、まあまあそうですね、そうですね、だからその空白の時にその得たものっていうか、その個々それメンバーのそれは感じましたけどね、はい、まあ、基本もともと同級生チームなんで、やれ別にその喧嘩別れしたとかそんなの、そういうのじゃなくて、なんか、ね、もうあれです、本当そういうパンクのクラブ行ってみんなでなんか酒飲んでわーって暴れて、そうなんね、パンチ合戦したりとか。だから結成の動機、俺ちゃんとウィキペディア見たんよウィキペディア絶対言いますよ俺はね、それ頼みやね俺の場合はもう人生すべてそれ頼みなんだけど、ほんなら友人のパーティーがきっかけで結成したっていうのを見て、はい、そうです、ですごいな、そういう感覚が。だからその頃が、いわゆる DJ とバンドをリンクさせる時がなかった時代なんですよ、はいはいはい、バンドはバンド、はい、DJ は DJ で別でやってて、あ、そうね、で僕らの友達とかが例えば古着屋さんやってる友達とか、はいはいはい、そういういわゆるカルチャーとして、はい、全てこうなんかパンクとか、はい、ハードコアとか、はい、全部こうなんかこう好きな連中がわーっていっぱいいて、その時に一緒にやったら面白いんじゃないかっつって、オールナイトのイベントもライブハウスない時にやって、はいはいはい、でなんかそういうバンドがなんかレッドホットチリペッパーズみたいなバンドが欲しいんだけどいないっていうのを聞いて、はいはい、俺ら僕ベース弾いたことないんですよ、僕。だからそうやろ、そう思うな。ベース弾いたことなくて、22歳で、あ、じゃあ俺ちょっとベースやってみようかなってことやろ、はい、そうなんですよ。だってそれまで考えたら、スケボーとか、そこはやっぱりみんなの共通の趣味があるでしょ。ほんで、じゃあバンドやろうぜって言ったかってさ、おい、ちょっとまず楽器買いに行くとこから始まったんじゃん。いや、もうそうですよ。それが結成の始まりやろ。そうですね。それでこうなったんですよ。いや、もう本当素人手なんですよ、根っからの。マジで、うん、でもよく上手くなったな、演奏じゃ。いや、俺なんか時間かかりました。もう長旅です。見せながら、下手な自分をこう見せながら、恥をかけながらどん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 って感じですね。ああ、でももうそうなんか、もうだから全然わけ分かってないです。わけ分かってない。じゃあもう最初の 2,3 年は記憶にない。もうだって一番最初とか2番目のライブとかで、うん、アンプとか飛ばしちゃってますからね。でかい音出したいから、はいはいはい、ベースアンプ全部振り手にしちゃってそれでベースアンプ飛んじゃって、はい、バカっすね。わかります、気持ちはわかりますよ。本当そんな気持ちはわかるけどバカっすね。そういうのから始まってんの。いいね、いい感じ。そう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 、面白いな。じゃあもう本当もう素人なんですね。すね。でそこら辺の歴史がここの DVD、ね、まとめましたね。でもそこら辺のまとめたな。もう笑ってる。もう自分たちでもう笑い最初素人丸出しから、もうそんな徐々に全部出しちゃうね。そうです。でも徐々に人も増えてきて、徐々にプロっぽくなってく。姿がこれ入ってるってこと。そうじゃん、だって最新の映像とかも見たらかっけえじゃん。そうだ、でもむちゃくちゃだから今はまあなんとか成り立った感じになってるけど、昔の恥ずかしいのこれは惜しげもなく出してるんで、これぜひゲットしてほしい。これまとめ方はプロですよ。プロやった。俺もうちょっとそらしたろと思ったんだ。持っていけなかったな。まとめ方プロやなと思って。俺もなんか、はい、というわけでこれね、もうなりましたから、もうね、いや、コークヘイターのケツがあるんです。ケツが。じゃあコークヘイターまた次週。次週。来月。はい。もうなんか。違う、またあのライブ一緒だからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではちょっと。ありがとうございます。はい、またじゃああれですね、次回ちょっとまたゆっくりと。駆け足だったけどごめんね。はい、よろしくお願いいたします。はい、コンクートヒップスターズの小松さんと小松さんでした。ありがとうございました。Life!
はい。もうコークヘッドは今からライブということで、お近くの方はというか、ね、ぜひぜひ見に行っていただければなと思います。だってもう30分後ステージ今出すっていうさ、どさくさの中来てくれて嬉しいね。そうですよ、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。最高でした、最高、ありがとう、はい。で、ちょっとツイッターを紹介するとですね、はい、ね、一個ね、直樹さん、目が泳いでる、かっこ笑いっていうのが来てますね。泳いでねえよ、全然。あと何やろ、あ、でもね、なんかね、ちょっとね、ちょこちょこ切れちゃってるみたいですね、なんか動画の方が。すいません、なんかちょっとご迷惑をおかけしてるんですけども。システム上の問題がまだ。はい、システム上の問題がいろいろあります。はい。あとはちょっと言えないツイートもいっぱい結構来てるんで、これはちょっとスルーしますね。もうやめてよ、はい。というわけで、どん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 ツイートを、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここで、あ、これも毎回やってるコーナーですけれども、はい、うちのタワーレコードのスタッフから。です。プッシュしてるバンドを紹介してもらうコーナー。前回仙台やったよね。前回仙台パルコ。仙台やったね。で、うん、今回も地方です。地方から。はい。ビデオレターが来たわけね。はい。今回は広島店。気使って SA の T シャツ着てるよね、誰かね。着てるかな、じゃあ一回ちょっと、それをチェックしてみますか。見てみようか。はい。じゃあちょっと。空気読めよ。行きましょう。では、広島店の加納さん。はーい。半端ねえ、シムかっけえ、シムパネッス、シムやべえ、スカダンス、デスボイス、ヘッドバンキング、ウォールオブデス、球場真っ赤に染めようや。シムはですね、多彩な音楽性を持っています。エモ、スクリーモ、パンク、ハードコア、スカレゲ、これは異常にヤバすぎるのです。私たちはシムが好きすぎてこんな風になってしまいました。
シムっていいよね。広島店アホですね。アホやったな。アホですね。これただやっぱり SL T シャツ誰も着てなかったな。タワレコード空気読まんな。次はどこどこ店が来るんかな。来月は来てくれてますかね。その時は期待していいのかな。ちょっとクリロちゃんがちゃんと言ったってよ。いやそれは俺が言うよりやっぱこう自主的に、自主的にほらやらせんだろうか。それはそうだね。そう自主的に空気読めたよね。だから来月は来てくれんのかどうか、誰の何の番組で映るのかっていうことをちゃんと認識しなさい。エッセイです。さあエッセイです。それもまあちょっと来月なのお楽しみで、はい、はい、でちょっとあの次おう大好評コーナー、はい、タワレコフォークソング部に移るんですけども、その前にちょっともう一曲の PV を見てもらいます。素晴らしい PV を、SA の誰かのロックンロール PC 版の方です。どうぞどうぞ。1977ラジオから得体の知れない音楽が流れた。俺の中の全てのハテナが一度に分かった気分だったんだ。これがあのビートルズかと思い込んでた。ただのガキはまだ知らなかったのさ。その日はロックの神様が天に召された日だったんだ。そのくせ言い訳だけやたらうまくて、救いようのないろくでなしにお前はそのたび不格好な笑顔でうなずいた。優しさやってきて意地悪な顔をして裏切りが逃げてく。どうしようもなく溢れる寂しさは何だろう。どうしようもなく溢れる悔しさは何だろう。もうダメだ思うたび、もう一人の自分がとても悲しい。Yeah.
ありがとう、ぬくもりを。ありがとう、愛を。代わりに俺の命を置いて行けたなら、男は誰も皆無口な、間違えたねんけ、見てんじゃねえよ、無口な兵士。笑って死ねる人生、それさえあればいい。ああ、まぶたを開くわ。ああ、美しい人よ、無理に抜けるこの背中を見られたくはないから。生まれて初めて辛い、こんなにも別れが。この世を去るとき、きっとその名前呼ぶだろう。すいません、唐突にこんな歌を聴かせてしまって。はい、というわけで、ね、でもね、ちょっと客席の方でさ、はい、笑う人がいて、ちょっと一瞬笑われた、戸惑っちゃいましたよ。あれ、この歌知らないでしょ、でも。俺ね、そうなんですよ。これ。ちょっとの世代感で違うんだね。そうなんですよね。これは俺、本当にあの中学の時、野生の照明の主題歌で、はい、これはもう未だにカラオケのお箱。あ、この歌詞の世界、はい、山川圭介さんの、はい、この歌詞の世界が好き。あの、言っとくか。男は誰も見ない、無口な兵士。俺、よう喋っとるやないかーい。という。はい、笛出ました。というわけで、Alright! 大人気コーナーですよ、もう。これ本当に人気があるのか。人気ありますよ。タワレコフォークソング俺必死。だけどね、今日はね、さっきも言いました、はい、あのちょっとだから俺ああいう前振りがあったんだけど、はい、歌唱賞受賞の人にですね、そういうっていいのかな。だって賞取ってる人ですから。俺賞なんか一個も取ったことねえよ、はい。じゃあちょっと再びお呼びしますか。中野茂さんです、どうぞ。イエーイ、イエーイ。茂さん、こんなにいっぱいね、これうちの AD が用意した歌本なんですよ。どうですか、イミテーションゴールド。いけます。あんあんあん、イミテーションゴールド。おい、これ宇崎さんはね、あ、そう、宇崎さん、この話長くなりそうな感じしますよね、今ね。てかね、俺日本で一番こう、うんうん、バラードを歌って ね、これね、 AD がいっぱい用意したんですけど、素敵な人ってね、宇崎龍斗だと思う、ね、あ、好きですよね、宇崎さんのね、あれね、うもう日本の中で最高のバラードの作曲家でもあるし、歌い手、宇崎さんのね、あのね、歌ってね、うん、っていうか声がね、うん、乾いてんだよね、うん、乾いてる。日本で、うん、三大乾いてる歌い手っていうのは、三大乾いてる歌い手、俺の中でね、これジャガタラの明美とね、あー、ルースターズの前世の時の大江と宇崎竜童、三大乾いてる、うん。でもね、この三人がね、バラード歌う時ってね、俺はその、うん、ある時に気づいたんだけど、うん、乾いてるっていうかさ、こう投げてる感はあるのね、はいはいはい、宇崎さんそんな投げてないんだけど、その投げ方を俺は聞くんだけど、これがもう天才的にすごいのはジャガタラの明美だよね、はいはい、もうあの単語はすごいんだよ。でもさ、歌い手って歌いたくなっちゃうわけ、うん、でそれを飲んじゃう、
ていう、はいはいはい、ダメな、はいはい、わかります、わかります、ダメな歌い手はね、はいはいはい、飛ばせないのね、言葉を。これ深くて分かる人少ないかもしれないけど、うん、それただ ね、 すごい大事ですね。俺はさ、すごく濡れてるのに、うん、で、まあある時、アナギ出た時にルースターズ同期だからね俺と大江の差を見た時に、うん、俺はもう決めたのね、濡れて勝つ。濡れて飛ばせたらセクシーなんだよね。ただ濡れてる言葉ってあんま飛ばないのよ。なるほどね。だからそれにはすごいパワーがいるんだけど、ただこう飲み込まないっていうのがすごく大事なんだけど。いっちゃいましょうか。じゃあ、え、メリアン、なんでやねん。だって歌詞カードこれメリアンとか、お前しげるさんに失礼だぞ。おい、エディ、俺もびっくりしたよ。もうこれアルフィじゃねえ。悲しくてジェラシーとか、こういう歌もやめなさい。ちゃんとしげるさん用意してますから、はい、あ、そう、ホーク行きましょう。はい、言ってる。 OK。 春だというのに北風に煽られ、街の声にせき立てられ、彼らに会わないから追いまくられ、さすらう気はさらさらないのに、誰が呼ぶ声に答えるものか、望む気持ちとは裏腹、今はただ隙間風を手で押さえ、今日の息恥をかく、何でもやります、贅沢は言いません、頭を下げ詫びを入れ、すがる気持ちで仕事をもらい、今度こそ真面目にやるんだ、誰が呼ぶ声に答えるものか、望む気持ちとは裏腹、今はただ隙間風を手で押さえ、今日の息恥をかく、感想、はい、はい、言葉が足りないばかりに相手に自分を伝えられず、分かってくれない周りを恨み、自分は正しいと逃げ出す、誰が呼ぶ声に答えるものか、望む気持ちとは裏腹、今はただ隙間風を手で押さえ、今日の息恥をかく、おい、ギターの置いいね。じゃあしげるさんの歌良すぎっていうか、俺聞き惚れでコード2個間違えた。俺向こうへ来てもう1個あれじゃないの、アコギナ SS の違うバージョンができそうだ、ね、なんかさ、な俺でもやっぱ気持ちいいわこれ。いやでもね、うん、直樹のギターはいいよ。ありがとうございます。下山並みだよ。ありがとうございます。あいつもよく間違えるんだけど、ね赤はこれね、聞き惚れちゃったんだ今。でもね、もう一曲やっちゃいますか。うん、これはいいよね。
違えたな俺ね。いやだって言わなきゃ分かんねえんだよ客なんか。ちょっと立ってこれは。ちょっと待ってね。はい。これね俺ね。オッケー。違うどんなやったっけ？サモちゃん。じゃんじゃん。夢のような過去は消えてゆく。一人だけでただ歩く。もう誰もいない。チュ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 誰もチュ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 いないチュ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 一人だけでただ歩く。あちゃあ俺なずっとねえあまりにも気持ちよくて俺こんなもんじゃなかったん。リハーサルやっちゃったんだよ本当は。本当のこと言えば いい歌なんだよ。俺がダメだ。3拍子なんだよ。こうだね。違うよ違う、テンポ早いよな、俺な。ガーガーそうだよ。うわ、分かんなくなってきた、俺すげえ、今大丈夫だ、じゃあちょっと酔ってる。静岡来い。俺な、今な静岡、ほらすげえ酔ってんだよ。ちょっと静岡引け、静岡。あのね、こういう時はあれね、便利なバイトさんがいるんですよ。ギター借ります。もうね酔います。直樹、お客さんになっていい？いいよ。お客さんになっていい？聞かせましょう。静岡、はい、頼むぜ。これは実は、はい、中野茂少年期の中学校の時の大好きなドラマ傷だらけの天使、証券水谷豊最終回、水谷豊が死んじゃう。で、死んだ水谷豊をリヤカーに乗せて、証券がほっかむりしながら、水谷豊を運ぶ時に流れる曲で。ん？お前、やったことねえの？あるんですけど、うん、久々ですね。いいや、早くやれよ。やっちゃえ！ガーガー。夢のような過去は消えてゆく。一人だけでただ歩く。もう誰もいない。チュ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 誰もチュ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 いない。チュ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 一人だけでただ歩く。あああ風が、あ、ごめん、もう一回やります。その前に学科会入れてもらって。学科会ですね。はい。
風が運ぶ春は避けてゆく一人だけでただ歌うこの俺を笑うチュ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 誰もチュ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 いないチュ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 一人だけでただ歌うちょっと思いが強すぎちゃう。バイト君やってくれるよ。いや、同じなんすよ。いや、あんまりビール飲んどきゃいいんだよ。俺ハイウェイスターかと思っちゃったよ。今何か変な煽りをしようとしてしまいました、はい、でもごめんなさいね、なんか俺ちょっと気持ちよくなりすぎました今日、しげるさん、いいんじゃね、なんでやねん、なんかガイアが言ってますよ、アルフィでもね、アルフィなんかやんねえよ、これほんとアドリブの世界で怖いんですよ、マジっすよ、少女 A とか少女 A とか歌えるわけないですもんね、もうどう考えてもないでしょ、この歌本の世界。でもさ、これちょっとミスだよね。沢田研二だったら時の過ぎゆくままに、ね。行きましょう。あなたはすっかり疲れてしまい。生きてることさえ嫌だと泣いた片手でついた時の過ぎゆくままに好みを任せながら笑うのも笑うと二人冷たい体合わせるこんなアドリブねえぞバカ野郎ちょっとよかったねこれね、怖いですよね、ありがとうございました、はい、どうももうしげるさん最高、もうこんな直樹と俺でジュリーに勝った日だ勝ちましたねムム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 俺やっと2人目だよイーストウェストの時にヒブロに勝って今日沢田研二に勝ってあとは萩原啓一にいつ勝つか、そうですね、すいませんね今日ボロボロでありがとうございました、しげるさん、しげるさん本当にありがとうございました、はい、またまた改めてお願いします、ありがとうございました。じゃあここであの SA の PV いきます。OK、行こう。ノーミュージックノーライフ、どうぞ。Get out.
はい、というわけでお送りしてきましたボイラルームもそろそろエンディングです。本当しげるさんには感謝です今日は。やっぱもうびっしょびしょでしたね。だってね、あのズタボロの演奏の中であんだけやってくれるなんて、考えられない。素晴らしいです。いやほんまでもよかった。だけど、歌が引っ張ってくれて最高でした。いやほんまでもそうですね、なんかやっぱしげるさんもだからフォークソング部特集っていうか、フォークソング部でやるときはちょっとぜひともね、あの豪華ギター陣を揃えて ねやってみて、迎え撃ちたい。その時俺あんまり飲まないようにします。はい、いいのか。というわけでエンディングきまして、あのいつもそうだね、のあのプレゼントコーナーに来たので、はいはいはい、あのこのボイラールームはいつもあの渋谷のですねバードラゴンモーターズさんからお送りしてるわけですけれども、今回もあのドラゴンモーターズさんいろいろあのアパレルもやってらっしゃって、はい、いろいろの T シャツとか作ってますけど、ちょっとまず新作を紹介したいなと思います、はい、ちょっとまずは店長のあの丸山さんにちょっとここはマイクを渡して、okay. 丸山さんから紹介してもらいたいなと思います。はい、これ、はい、着てるやつはそうですよね。そうです、はい、これがあの先週発売になった、ボーリングシャツですね。はい、野口さん後ろも、はい、はい、アクショットも、はい、手縫いのチェーンステッチで、はい、前と後ろにがっつり入ってます。はい、はい、これはどうやったら買えるわけですか。これはインターネットの通販とあとお店の方で買えますんで、はい、はいはい、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、はい、で今回のあのプレゼントなんですけども、丸山さん今回は何ですか。 T シャツが開きました、はい、これはサイズは何サイズでしょう。あ、 M ですね。これをあの1名様にプレゼントいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はで次にですね、しげるさんからのプレゼント、はいはい、結構いっぱいあります。まずですね、馬刺しはプレゼントできへん。馬刺しない。馬刺しはさすがにちょっとプレゼントできへんから、はい、まずですね持ちましょうか。俺も OK。 さっきもあの話に出ました、今週末から公開される、映画アイムフラッシュ、はい、これのポスターですね。これあのサイン入りです、しげるさんの。ほんでここに手を写ってるんですけど、うん、これはあのしげるさんの手らしいです。マジで伝わりづらいポスタープレゼントですけど、はい、でもさっきのいい話いっぱいあってさ、 そうですね、それもあったら、はいはい、これ貴重です、はい、これは貴重ですね。、はい、よろしくお願いします、はい、まずはこれですね。はい、アンド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 まだあるからね。ウェイ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 来た。はい、これもう一つポスターです。これはね、これいつのやつや、あ、4か、ゲタカルビのポスターですね。これもしげるさんのサインがどっかありますよ、こちらに。あ、そうです、ここですね、す、はい、これ入ってます。これとあと缶バッジ、缶バッジを、まあ、あのどちらかの1個、はい、これとバッジどちらかをセットで、はい、1名様。それとあとははい、こっちですね。これあのコンピレーション、あのオムニバスなんですけれども、はい、遺伝子たちっていうコンピレーションが出てまして、これのボリューム2、これ参加してありますね。ここにちゃんと、はい、ちゃんと今度はちゃんと映ってます、はい、だけじゃありませんから、ね、でこれもサイン入ってて、はい、さっきのバッジと地下つけるセットで1名様。それとあとはアンドゲタカルビの T シャツです。いっぱいありますね、はい、はい、この T シャツ、これもサイン入りです。しげるさんの、これサイズはの L ですね、はい、これの1名様なので、ゲタカルビはポスター3つとあと T シャツ、それぞれの1名、はい、あと、はい、アンドバッチ、はい、これをプレゼントです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、で、コークヘッドからももらってまして、はい、さっき言ってたあの9月5日に出るあの DVD ボックス、はい、そこに入ってるんですけど、この冊子ですね、はいはいはい、はい、これあの1名様、はい、はい、それとあとはこのステッカー、これはちゃうの、コースター、これはねコースターですね。おう、コースターとあとバッジ、ちょっと見えにくいな、はい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 、はい、バッジわかるかな、伝わるかな、これ1名様です。はい、はい、それとあともう1個あります、コグレットは。これね結構ね貴重っていうか、まあ最近ファンになった人はすごい嬉しいかなと思うんですけど、はい、今もこれ廃盤になってるんですけど、はい、フォークエッドの、 あのファーストアルバム、あ、そうなんね、なんかね、あの小松さん、はい、あのボーカルの、はいはい、小松さんの家にあの余ってたらしいんで、あ、そう、これを1名様に
プレゼントします。ありがとうね。はい、でプレゼント方法なんですけども、さっきっていうか番組の冒頭に紹介しましたのハッシュタグですね、シャープバーボイラー、はい、それをつけて何々くださいというふうにツイートをしてもらえれば、抽選でプレゼントしますので、どしどしご応募ください。はい、よろしくお願いします。はい、終わった。はい、10分押した。はい、これで終わりです。終わりました。なんか駆け足のような中で、はい、やっぱりもう、はい、なんだろうね。あ、忘れた。ちか、アクさん、すいません。忘れた。おい、一番大事っちゅうんじゃないけどさ、SA、うん、来月からツアー始まりましたので、はい、50回伝説と一緒に初日はどこでしたか。名古屋だったかな。名古屋でしょうか。スタートかな。うん、9月13日、そうですね。9月13日名古屋クラブクワトロから、はい、ずらーっと始まりまして、最後が9月25日の渋谷クラブクワトロ。はい、SA vs ザ50回転ズの日本全国かかってこいやツアーです。これは、はい、僕前も言いましたけど、このタイトルは誰がつけたんですか。知らん。俺に聞くな。でもおもろそうやないかい。はい、でもいや言うとんねん。はい、うん、でもまあまあね、これはまあ結構楽しい感じのツアーになると思いますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、よろしくね。はい、でもろもろですね、SA のあのライブ情報等々もろもろはですね、SA のホームページ、はいはい、こちらの方ね、はい、こちらの方までアクセスしてチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、これでほんまに終わった。もう告知関係も。もうやめていいの？もうこれでもう最後、終わっていい？最後もだらっと終わります。ズブズブでいいよ。あ、そうそう、それとあと来月、お、9月がですね、はい、一応今調整中です。はい。で、また近々、はい、ツイッター等で告知しますので、うん、これまたちょっと強力な、ゲストを今調整中でございます。はいはい、あ、そうそう、それと全部聞いてんな、うん、それとあと前回のあの友康さんとかあのリーダーが、はいはいはい、出たボリューム4ですね、はいはい、ボイラルームの、ね、うん、あれの動画が来月9月1日から YouTube でアップされます。アップされてね、はいはいはい、はい、で、あの春さんのやつはもうあの明日で終わりますんで。あ、そうなんね。見てない人は、はいはい、あの明日までなんで、あの酔っ払いぶりをお願いします。今日は俺が酔っ払いぶりだわ、はい、ダメだこれ。今日のは YouTube アップせんといてくれ。これは反省会はちょっと、いや、今日の反省会は長くなりそうな気がします。泣いてます。はい、というわけでちょっとね、まあ SA もまた、ツアーも始まるし、あ、レコーディングもやってるし、ね、レコーディングもやってるし、ツアーもやっぱいっぱい忙しいけど、もろもろてんこ盛りですけれども、はい、はい、また来月、そうですね、残暑厳しいけど頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ来月までまたボイラルーム閉店です。ありがとうございました。俺たち